皆様こんにちは。この動画では張り替え本舗金沢屋で2022年10月度に開業いただいた加盟店さんの実質開業初月となる2022年11月度の売上についてご案内をいたします。2022年10月度に関しては6店舗の加盟店さんに開業いただいております。それでは早速ですね、 A 店からご案内をいたします。 A 店は関西地区で開業いただいた加盟店さんになります。実質開業初月となる2022年11月度の売上高が109万3000円となっております。続いて B 店ですね。 B 店は関東地区で開業いただいた加盟店さんになります。初月の売上高が77万5980円となっております。続いて C 店ですね。 C 店は関西地区で開業いただいた加盟店さんになります。初月の売上高が129万3200円となっております。続いて D 店ですね。 D 店は九州地区で開業いただいた加盟店さんになります。初月の売上高が40万5100円となっております。そして E 店ですね。 E 店は現時点でまだ売上報告が届いておりませんので、初月の売上高は一旦割愛をいたします。それでは最後 F 店です。 F 店は関東地区で開業いただいた加盟店さんになります。初月の売上高が73万7700円となっております。以上が張り替え本舗金沢屋で2022年10月度に開業いただいた加盟店さんの実質開業初月となる2022年11月度の売上についてのご案内となります。ではこの5店舗のですね、加盟店さんの初月の平均売上を最後にお伝えいたします。平均売上が86万996円となっております。最後までご視聴いただきありがとうございます。興味のある方はぜひ他の動画もご確認ください。